絶対打てるよね。何者になれるんだ私は。さあ何者だ俺は。なるほど。なるほど。なんだった？え、僕ですか？うん。内緒です。ああやばいこいつ。危なーい。危ない。ナイスでーす。さあ、はい、とりあえずマグロにもね、対戦に参加してもらわないはず。マグロは言えと思うよ。よっしゃ。マグロ考えろよ。でも今までの傾向だとこれ初手ボタンマグロ説濃厚なんで。あ、誰が押した？誰が押したんや。初手ボタンは。フルコンさんだ。フルニキやん。マグロね。フルコンさんマグロね。うん、わざわざ押して対戦に加わってもらわなきゃとか自分で言ってんの。もう次は勇気あるマグロ。勇気あるマグロ。大トロや、大トロ。今聞いてる。バトルやろうぜ。ハドホーム飛び交ってんのか見てんだよ。みんなちょっと前のめりすぎるけど、もう行こう。回戦やん。しゃあない。前のめりやな。バトルや、バトル。誰や。いや、ケンちゃんに。しゃ、キルムーブだ。キルムーブダメだろ。キルムーブだろ、普通ここで。やべえ。全員が違うから、全員。いやあ、みんな。ああ、停電だ。停電狩り肉。なるほど。お、ファン、スパファン。見えない。怪しいな、切り捨てごめん。バカ、俺、バカ。ほら、もうバカ。出れた。じゃあ聞いて、ナナコが俺に、ナナコが俺に切り捨てごめんっつって爆発して死んだ。あの、いや、あれ、俺そう、なんか、その状況俺見てたんすよ。あの、ラボ側で除染室、ラボ側の除染室から真央くんとナナコさんが来て、で、ま、確かにナナコ切り捨てごめんとは言ってたわ。で、ちなみに、ちなみに俺が、あの、停電が起きた時に、あ、きっとメッドウェイとかラボから、そっち側から波動砲を撃つやついるだろうなって思って探しに行って、うん、いないなって戻ったら奈々子がてめえ怪しいな切り捨てごめんパンって弾けてんだよ。ヒーローになりたかったんや。なんなんだ。一人減ったんか。じゃあシェリフ特攻したね。奈々子にドジッコドジッコポリスメン。奈々子にまあ待てまあ待てまあ待てっつったらポンって弾けとんだ。なるほど。待てちょっと怪しいからな。それが本当ないとしたら魔王は黒より白、ね、で俺はもう白、うん、そう白だ、ね、ゲッサーかシェリフなんやったっけ。あと賢者かの、まあどれかどれかでしょ、ね、でもシェリフはじゃあ消えたってことでゲッサーか。シェリフいっぱいいるっしょ。シェリフ3人いるから。3人いるから。シェリフいるから。貴重なシェリフだよ。もしかしたら魔王くんもシェリフだったかもしれない。シェリフ VS シェリフだった可能性もあるっていう。まあ分からん。何なのかは分からん。雑同士でやり合ってたかも。クルーじゃないってこと。イビルゲッサーおらんからゲッサーうちやん。あ、そっか、ゲッサー。ユケポゲッサーか。ゲッサー、マオくんは撃ったんでしょ。あ、多分俺は撃ってゲッサーで、じゃあ俺、村人なのに今。かわいそう。村人二人殺したの俺。まあでも、いや、男。いくらでも過失は。多分インポスターが波動砲しかいないから、インポスター撃ちしたんじゃない多分。こんなタイミング、こんな今ちょっと待って、もう弾け飛びすぎだろマジで。もう弾け飛びすぎだよ。俺や悪いやつじゃん。俺もうほぼ二人も殺しやがって。二人も殺した普通の人なんだよな。インポスター読みして、インポスター読みしてインポスター波動だから、多分インポスター波動打ちしたんじゃないかな。なるほどな。キラー、富士、ファンキー、でももう人外が多いよ。これやばいよマジで。うわぁ、これ発動、富士避けてた、違う、うん、あ、スパファンさん、スパファン、見ちゃダメ、見てない、見ちゃダメ、違う、これ説明します、やってました、違う、え、何、もう、誰が、なんかピラノがこう打ってたのよ。
撃ってた。撃ってた、撃ってた。で、なんか、巻き込まれてた、トワコが。ああ。でもなんか、ちょっとなんかその前後関係ちょっとわかんないけど。ピラノなんで死んだ。とりあえずピラノさんが撃ってて、トワコさんが巻き込まれて、それを通報したわけね。そうそうそう。なんで、じゃあ、俺しか見えなかった。なんで課長死んでんの？ピラノ、もしかしてやられたんじゃ。反射で死んだ？わかんない。自分のやつで死んじゃった？わからん。なんか自分のやつでは死ねないはずで、多分撃って。そんなピラノいる？か、他に引いたかもしれん。え？どういうこと？まあ、とりあえず証言はそれね。そうそうそう。で、マオ君の見ちゃダメ。どこ？場所は？あ、俺の見ちゃダメは、ちょっと一人また売ること、また村人を売ることになるんだけど、スパファンの正体を見てしまったから、ダメだよ、見ちゃって言って、富士と一緒に上に行った。だからそれを言っちゃいけないから、見ちゃダメっていうのが怪しいセリフになっちゃったから。何人殺したら終わるんや、マオ君は。なんだ。え、どういうこと？俺にはよくわかんないけど。違う、だから、もう、じゃあもう言うけど、スーパーファンキーさんが走ったまま立ち止まってたから、あれは賢者のスキルを使ってるとこだから見たらバレちゃうから秘密にしようねじゃないと彼が死んじゃうよっていや困るんよなほんま賢者のそれ走りっぱになるんだそう走りっぱで立ち止まってからスーパーマキザが賢者なのがバレちゃうから言っちゃダメだよって言ったんだけどまあでもまあ、あまりにタイミング的にはいいんじゃないですかまあ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 イビルゲッサーはいないし、ね、イビルゲはいないからそうかじゃあいいのかじゃあいいのかあよかったよかったまあ、あとはピラノさんの死因だよね。そう。そうだよね。ピラノさんが人外確定だからいいんじゃないですか。あの、バリアではないんか。バリア成功したら落としてるから。多分波動砲を撃ってるピラノさんを見て、後ろから来た波動砲ジャッカルがピラノさんを殺してる。パンキーさんの波動砲サンタある、ある。だったら、パンキーさんの反射で殺したらジャッカルになっちゃうけど。反射？反射死？はあ。これわかんない。待って、あと何人外だ。わかんねえ、これなんか巻き込んでる気すんだよな、人外同士。ああ、人外を、なるほど。うん。まあ、ちょっと待って。そしたらスパファンさんいるかな。くんは危なそうなとこを見張って、あ、見張ってるわけね。あ、オッケーオッケー。あとあまあ分からんなファスパファンさんしか分からんスパファンリアクターねリアクターねリアクター殺しトシちゃんあでもトシちゃん違うか、はい、うわくそ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 ー！はあ、こいつこいつマジでよてめえよくもちくしょうえ、今出ました一応誰かいやうわぁ、うわぁうわぁどうだったよ、これあ、でもちょっとヒラ君はシリフですね今ヒラミスったかあ、ヒラミスった多分私も波動砲の犯人だと思って切りかかったと思う。あ、そういうことだ。今あの研究室の入り口あたり。もう一回ここでもめちゃくちゃなってる。じゃあもうスナさんしろやん。直前ぐらいまでラヒーさんはオフィスの左上ぐらいでいてで行って10秒ぐらいしたら。これはもうドリフィーの身の振り方やな俺は後をすぐぞって言いながら何か今意味不明なことを言ってるのかじゃあ倒産した感じ分かること言ってたら死んでほしいどうなの見えへんのか遺言が見えないどこに行ったらもしかしたらでも誰かのとこについてるかもしれんな今死んだ人は結局どこだったのファン君死んでるファンキーさんとマオ君か電気室のその通路ぐらいの高さ電気室っていうかその停電直す前の通話人気だよ人気の波動砲スポットエレクトリカルのあの上の通話これどうしようもないですよねこれわかんないね情報がなさすぎる勝手にどんどんこれやばいマグロ富士価値あるなマグロの精査ってもう終わっ
ってるんやったっけ。いや終わってないと思う。でもそんなことやってる場合じゃなくて、この話題やばい。確かにそんなことやってる場合じゃなくない。もうなんかちょっと何で企画の人会みたいなセリフだからやだな。もう勝っていいんだっけって思ってる人外ぽいよ、とりそうさ。なるほどね。確かに。確かにさ、やっちゃいましたか。確かに、それは危ないな。なるほど。怪しい。まあ、怪しいけど、どっちにしろですよね、でも。まあ、でも、やっぱり、どうしようだろうな。と、誰でも、どうするやねん、これ。え、確定で、もういないインポスターっているんだっけ。こんな話し合い何になるってんだ。絶対人外がもうマグロ精査しだしてる気がする。絶対それで死んでんのに。みんなで殺し合いしようぜ。確かに残ってるシェリフ。もうレサが釣れんの。なんでや、どうなるこれ。釣れんのかよ。すげえ。うわー、くっそ、すげえ釣れた。くっそーやぶねえ、マジで。ほんとスキップやったか。いや、初走と思ったら、でも怪しくない。なんで今の流れどっちさん釣られたんや。ガチでわからん。なんか怪しかったやろ。これ打てよ。もうここから打って釣れれば釣れるわね。打っちゃって言わんところ打ってよ。大事だと思う。とっても大事だ。あ、いや、そうだ。なんで背中向けて打ってんだこいつ。かっこいい。背中から打つ。あ、でも当たってそうじゃね。おなら波動砲。おなら波動砲。抜いてる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 抜いてあ、停電中です。2枚抜いたから。あ、マグロがね、あ、自分で自分でしてんだ。いやーマグロ勝手に死んだ。マグロ勝手に死んだ。死ねた、死ねた、渡ってる。マグロ、死ねた、渡ってる。うわ、心停止。マグロがそっと死んだ。マグロ、マグロそっと死んだ。声マグロは死んだ。マグロ死んだよ。どう事故死なんや。しかも、俺の波動砲ボタン時間かかるんだよ。あ、波動砲2枚抜きです。あ、そう、すごい。マジ。あと両方剣でしかも防げたのに。いや、本当あと 2,3 秒でバリア張れたんだけど。キックンのすごかったな、あれ。俺のタマトだった。最速で間違えなかったんや。間に合わ、最後2枚みたいな。アイス。すげえ。トリッピーが。トリッピー完全に俺の後輩になってたから。ようこそインポスター社へ。でもそれだけ言わせてほしいんですけど、あのピックのところに就職したときに、俺視点だとインポスターって分かってんのに、この人マグロのふりしてました。もう強人だ。強人やな。強人。マグロのふり。いらんやんそれ。マグロのふり。マグロのふりにメリットが何もないから。何もない。